身のの回りの不思議コーナーナ <laughs> ねミルククラウンの話ね。これもね、<ー>これも私がその SSH、行くの,の高校の SSH に行った時に、生徒が研究して、ース,スーパーサイエンスハイスクール。ールね、そこで高校生がミルククラウンの研究中にやって、はい、発表してたわけやんで。はい、どんなこと、まあ、彼は実験やったんやどんなことやったかって言ったら、まあ、ピュペットみたいなもんで、 まあ水を落とすわけですよ。ええ、ならあのあ、まずミルククラウンって何かっていうこと先言うとかないといけないけど、この名前のミルクの有なはですね、例えばコーヒーの上にあの牛乳みたいなミル,ミルクね、これをポトンと垂らすと、と、まず液滴がこう追ってくるでしょ。で、うん、こう、こう波紋が広がりますよね。で、その時に広がった時にこういう、ええ、こういうリングみたいなのになるわけですよ、はいね。で、このリングの先が、 クラウンってこれ王冠という意味ね。あで王冠って普通、こんな丸いものかぶってかぶって、この上にこういっぱいこう飾りがあるじゃないですか、ね。ああいう格好になるのをミルククラウンと呼ぶわけですあ<ー>で。だから、ミルクっていうのはミルクを落とすことから切ってて、えー、クラウンっていうのは王冠という意味ね。なぜそんな形になるのかっていうか。なるか、そこがポイントね。ああいですね。 どえそれ以外にどんなことが考えられるんでしょうかまずね、その政党がね、言ったことはね、ええ、こう表面張力とかね、年生,、ま年生ま、彼は年度と言ったけど<え>、ま、僕らは年生と言っていける、<え>が関係するって言ったんだけど、ま、なぜね、それがそうなるのかということは、あんまりね、ええ、考えずにやってで、クラウンの上のこの、 粒ぶが何個あるかと、うん。いうことをいろんな条件を変えて、うん、あの、うん、調べたと。うん、で、一種類、一つの数字じゃなくて、いろいろあるってことを、うん、偶数とか奇数とか、なな何個とかで、30何個とかいう数字をいっぱい実験で示したっていう話ですよ。うん、えっと、同じ条件で同じように落としても、やるたびに数が変わるということですね。うん,うん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 。 でねで、私は早速ね、それ興味を持ってですね、パープレクシティに聞いたのと、<laughs> チャット, <laughs> ト GPT に聞いたの。で、聞いてみた結果ね、チャット GPT の言うことは嘘だって最初から分かったわけ。はいはい、それはね、乱流がどうたらこうたらとか言い出したわけ。うほうこんなもんね、乱流なんか関係するはずがない。なんでって、ね。 レイノ数低いわけよ。だってさ、ミ,ミルククラウンチだけ小さなもんでしょええ。だから、あの、乱流なんかに、ないや乱流チュうのはレイノが非常に高かったらなるんだけど<え>すいません、何、何数ですか?レイノルズ,数,ノルズ数,数。レイノルズ数レイノルズ数。安田さん。うわ、いきなり。速度と、年性と、もう一個ありましたっけ まあそうなんやけど、まあ速度割ることの、まあ同年生か。うん、まあ年生係数割る、えーうん、ローが同年生ケ数やから、うん、まあ速度割る同年生ケーうで、うん、で、だから年生が今の場合ね、うん、速度なんか遅いわけだし、ええ、で、で小さいから、そんなんほとんど効かへんわけよ。 まあまあ、ともかく、ともかくね。で、で、調べた結果ですね、でも今みたいに、チャット GPT はもう、これはね、明らかにそう言ってると僕は分かったわけ。ただね、これね、ここでね、前も言ったけどね、これ、普通の人、あるいは高校生がこれ見たらね、真に受けてしまうわけね。ああ<ー>、だから、このね、いわゆる、その、ハルシネーションね、幻覚ね。 かそうでないかをね見分ける能力っていうのも結構ね大切ですよね。うん、そうでですねで僕はねパプレクシーに聞いたらねこれはねもっともらしいっていうね、ま、ずねパプレクシーの場合は、ね、レファレンスを言ってくるわけやは,いは,いはい。だから確実でしかもねレイディー・プラトー・不安定性だって言ってきたわけもっぺん言ってください。もうレ,イデレイディー・プラトー・不安定性。レイディー・ レイリーは人の名前ね。ああ<ー>、レイリー教。何でしたっけ、それ。え、プラトーっていうのも人の名前。で、レイリーっていうのは、だからね、あ,あ,あの、英国の有名な物理学者じゃないですか、19世紀に。<ー>で、レイリー不安定性っていろいろあるね、レイリーテーラー不安定性とかさ。うん、で、今のはレイリープラトー不安定性。僕はこれは知らなかった。うん、ただ、レイリーは知ってるから、 で、プラトンも人の名前だろうなと思ったわけ。ほんで、調べてみると、ちゃんとレイリープラトフ不安定性とは何ですかって、チャット、これはチャット GPT に聞いた、バードに聞いたって、ある具体的にはね、ちゃんと答えてくるね。うん、で、まあ、パプレクスではちゃんと答えてきたわけ。<laughs> で、だからこれをレイリープラトフ不安定性と呼ぶと、ね。で、どういう現象かって言ったらですね、水ってものは、 ね、その表面張力ありますよね。はい、ですからね、表面張力があるとね、物はね、固まろうと、丸まろうとするすはい。なんでかっていうらね、この休憩になるとですね、表面積が一番小さいわけじゃないですか。わ、はい、かるかな、はい、あのこういう同じ体積のものでも、ね、同じ水を、例えばぺったんこにすると、 面積が大きくなるのよね、うんはい、で表面張力というのはそれで引き合うわけだからこれがねできるだけね丸くなろうとするわけ、はい。はい、で表面積が一番低いのが一番、まあ、エネルギー的に低いというんだけど安定なわけですよ、はい、でそういう表面張力が一番のこの駆動力なんですででね なるほどなと思って、で、僕はこのこともなるほどなと思ったら。コロナは非常にね、よく知られた現象で、水道を垂らすとですね、最初水がこうね、こう、こう、遠投で落ちてくるけど、途中でこう、こう、つぶになるじゃないですか。あれよ。うんあれがレイリー・プラトファンティテンなんです。それ,れから、ね、おしっこ。 やったら先の方でバラバラとなるじゃないですか、うん。そうか。あれは最初はバラバラじゃなかったんですか。うん、いや出るときからバラバラじゃないか <laughs>、うん、うですよ、ね。そうか。先の方でバラバラになるのか。うん、レイリープラットファンティセルなんでだから雨が雨粒になるのもそうね。 だこの現象ね、要するに液、液滴がこう丸まろうとする現象ね。ええ、これはね、非常に重要で、海と大気の総合作用とか、冷却とか燃焼とか、ええうん、インクジェットとか。だからね、印刷で重要ですよ。インクジェットプリンターはその性質を使ってるわけですね。と思うけど、多分。うん、だから、出した、 噴射した先ではつ粒,粒状になるというのが重要なんじゃないですかと僕は思うけどね。で、で、その生徒はね、その、このクラウンのこの、この数を勘定したわけやけど、はい、で、これがね時、時によって変わるっていうのは何でか、僕その時は分かんなかったん、ねはい、何でかっていうとね、で、僕はこれで、ね、まあ、物理やってるとわかるんやけど、これはね、まあ、不安定性っていう現象ないね。 はい、で、不安定性っていうのはね、まあ平行状態っていうのがあって、それをちょっとね、揺すってやると。そうすると、例えばこういうね、サインに揺すると。そうするとね、ガーッとそれが成長してくると不安定というの。あれ、まあこう考えてください。あの、ビー玉があってね。で、これがね、こういう山のてっぺんにあると。こういう場合不安定なんですよ。 なんでかちょっと揺すってやる、はい、横やるとね、コロコロコロと落ちるでしょところが、ここはですね、はい、こういうふうな、ニの底にビー玉を置くと、これ安定というんですよ。ちょっと揺すぶって元に戻りますよね。で、水の場合はですね、あの、まあ、その、え、あの、クラウンの場合は、こう上がった最初はね、きれいな格好してるわけ。そこはここの、この縁の部分ね、 これがちょっとね、こう、こう、こう、縁をこうやったとして、これがこうちょっと波打ったとしましょうよ。はい。その波打ったら、ね、それがね、余計成長するのが不安定なわけうで。で、どういう長さのが成長するかっていうのをね、まあ、横軸にね、まあ、波数というんだけど、波の数ね。はい。で、縦に成長、まあ、率みたいなものをとると、 こういうのね、分散関係というわけで、ディスパージョンリレーションという。で、それはある波の波長のところ、あるいは波数のところでピークになる。で、そういうのが成長しやすいわけ。で、だから、これが、あの、このクラウンの先がですね、こういうふうになる。この数はね、この数は、要するに、あの、一番成長が早い波数のものが、 成長するわけで、だからそれでこの数が決まるわけなんですよ。ーはーはーで、そこまでだったらね、数は必ず一定じゃないといかんわけ。うんはい、ところがね、うん、いろいろ変わるって、まあその政党の実験ね。で、うん、ここが僕の今日読んだペーパー。で、その人たちは実験をやりですね、かつ今の分散関係を計算で出してるわけ。 で、いろいろ説があったってわけやけど、それは間違っとるって、まあその論文の著者が言うわけ。で、どういう理屈かというとね、あの分散関係というよくね、発数をとってですね、その不安定性をこう書くと、こう、こういうデルタ関数じゃなくて、こう、こう、ピーこうなってるわけだから、あるところが一番成長率が高いけど、うん、そのほかも成長はするわけよ。うん。だから、たまたまですね、初期条件がね、 一番高いところを選ばずに何か他のところを選ぶようになったらですね、この数が成長、このクラウンの数が変わってもいいんですよ。というのがその論文のまあ趣旨なんですよ。だから他の理論ね、例えばね、デイリー・テーラー不安定性によるとかいう理論があるけど、それは違うって、ね、で、我々の理,理屈が正しいんだそれはその分散関係のこの曲線が、この幅があるからだという説なんですがね。 うん、だからその生徒たちの実験っていうのもねそういうことは知らないと思うよ彼らねでもね結局そういうことを意味してんだなっていうことはまあ私は分かったとお<ー>それもその場では分かんなかったけど今日一日ですね兄弟図書館にこもって勉強した結果分かったということです <laughs> へ<ー>いやだからね<え>その生徒さんたちのねいろんなテーマっていうのはね その気で考えると極めて面白いテーマがいっぱいあるんですよまあ、ちゃんとした、今の話に関しては、ね、うん、ちゃんと、あの、多分解析までできるような物理現象だと、いうような感じがしますね。うん、うんうん、ええー。だ頑張ればあれじゃないですかそのクラウンの数なんかもコントロールできたりするんじゃないですか精密な機械で、うん。精密に <laughs> あの粒を落としたら <laughs>、うん、うん。うん、ね。 かもしれませんが、うん、まあそれはわかりません。面白い話ですね。確かにすごい不思議ですよね。あの、うん、写真とかで見たらね、うん、目で見てたら全然見えないのにと。うん、ああ、こんなか形してたんだって思うことがありますんで。 い、うんえー、い話だったと思ますこれ、スローモーションアートって言って、なんかあの動画で1ジャンルを作ってるんですよね、ドローっとした液体を下に色のついた液体貼っといて、静かに水平にしておいて、でそこにこう穴の開いた平べったい金属の重たい金属をぼトンと落とすと、穴からピューっとこう出てくるんですけど、それを今度落とすときに下をこうゆっくりゆっくり回しておくと、出てきたピューってやつが今度、らせん状になって、う綺麗になって、美しい映像がいっぱいあってね。例えば サティスファイング、スローモーションビデオとか、そんなんで探すと、あの、芋鶴式にどんどん出てくると思いますけどね。うん、その美しさを競い合うみたいな、そういうのが一 <laughs> ううつのジャンルみたいになってますねで。ミルククラウンもその一つなんですかそう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 。やっぱりドロッとしたやつの方が綺麗にこうなるんでしょうね。水よりはいいというか,かあ、滑らかになるからね。水みたいなもんだったら、細かいものになるからね。うんあ なるほど、ね。そういうアートがあるんですね。そうですね。あれは見入っちゃいますよ、本当に。うん、びっくりするぐらい美しいなんか形が出てきて。うんいはい、え、いいでしょうか、そういうところで。